本当に6時間で着いてしまった。おかげでもうヘトヘト。ガイ先生、少し休憩してください。エンテ、修行が足りませんね。なんですって？私の暗記で砂漠をあんたのお墓にしてもいいのよ。ガイ先生、休養も時には必要かと。よし、休憩を許そう。各自腕立て500回用意始め。ガイ先生、休憩って意味知ってます？なんなら私が暗記で。って、あの人。お前たち、木の葉の者だな。その通り、手高き青い野獣、マイトガイと愉快な仲間たちだ。そうか。では、カカシの最新情報だ。今後の行動の判断材料にしてくれ。ガイ先生をさらりと流したな。さすが砂の上人、見習わねば。ガーラを拉致したのは暁の2名。カカシ班は連中を追って川の国へ向かった。聞いたか、みんな、進路変更だ。目的地は川の国だ。でもその前に少し休憩を。待ってろよカカシ、青春フルパワーで追い越してやる。ネジ、テンテン、俺についてこられるかな？負けませんよ、ガイ先生！ちょっと休憩は？というか、追い越しちゃダメでしょ？もう！なんとも騒がしい連中だな。
ダイナミックエントリー、ハッラッハッホッ、ダイナミックエントリー、ホッハッラッ、ダイナミックエントリー。遅かったな。すぐ準備しろ。思いのほか強くてな、陣中力ってのは。何？
Dynamic Earth!